じゃあ今日はピクセル 8A の発売日です。ということでね、今ね交換に来ました。で、手続きも無事終わりました。1時間半くらいかかったかな。ということでね、お家に帰って設定の続きをしたいなと思います。で、今はピクセル6で撮影してますね。十分綺麗なんですけど、 8A で撮った画像もねちょっと見比べれたらなと思っています。帰ってね設定もしなきゃいけないんで、そのままとりあえず帰りたいなと思います。ではまた次の動画で、ね、行きます。今車に戻ってきました。こちらですね、ピクセル 8A、 はい、こちらにしました。6から8A なんで結構進化してると思うんですけど、持った感じが、軽いしちっちゃい、 20g ぐらい軽くて 6.4 だったんですね、ピクセル6が。でこの 8A が 6.1 だったかな。なんで、まあ、カバーつけるとまたちょっと大きさ変わると思うんですけど、軽さは感じますね、6より軽い。あと 8A のカメラ性能がどうなのかね、帰ってからちょっと撮りたいなと思います。このままちょっとカメラを切り替えます。じゃあ 8A に何なんかなんだろう、液晶でいいかな、なんだろう。じゃあこのケースか、パッケージを見比べればいいかな。これ今6、じゃあ 8A に変えます。はい、これ今 8A です。どうかな、違い分かるかな、どうなの。同じ 4K なんですけどね、難しいね、ちょっとね、動画にうまく差し込めれたら比べたやつを見たいなと思います、はい、軽い、とにかくね軽いです。6はね重い。今日発売日なんですけど、あ、なんか店員さんに聞いたらね、予約はあるけどそんなに交換しに来てる人はいない。画面はめちゃくちゃ綺麗だ。画面はね、これをさ、ね、LINE とかなんかこう転送した時に画質の劣化は絶対起きるんで、綺麗だね、綺麗だな、はい、で帰っていろいろ設定してちょっとねレビューを上げてみたいなと思います。ちょっとアプリの何て言うんだろう、今使ってるアプリとかも全部入れて使える状態にしないといけないみたいなので、それをお家に帰って進めたいと思います。じゃあ行きましょう、入ります。走ってる映像を撮ってみようかなと思います。今これピクセル6で撮ってます。十分綺麗なんだけどね。じゃあ8に切り替えます。はい、これ今8です。HDR がねどれだけ効いてるかな。実際今映像を見てる限りは綺麗だと思うんだけど、
較してみないとわからないので、帰ったら比較してみましょう。これも比較対象ね。はい、じゃあ止めます。うちに帰ってきました。いろいろと設定をして、なんとかね使える状況まで来たんですけど、まあまだまだ使い方がわかりませんね。今まで使ってたねアディダスのランニングアプリもね起動しません。ちょっとわからない。なのでアシックスの新しいのを買いました。まあ明日の朝もちょっと走ってみようかなと思ってますけど、今音楽のアプリも入れて音楽もダウンロード中です。これもちょっと使ってみないとわからない。まあ、帰りちょっとね運転してる夜の動画撮ったんで、こちらでちょっと、本当オヤンズはねカメラ性能しかちょっとね興味がないところがあるので、まあ動画にね動画用にこの 8A がねどれだけ活躍してくれるかっていうところに期待しています。まあちょっと、ね上手なレビューじゃないんですけどね、Pixel 8A に変えてみたよという感じ。カラーはねブラック なんちゃらブラックです。で今ケースもつけてなくてフィルムも貼ってません。そこでこれはあのネットで注文してあるんで1日2日ぐらいで届くと思います。でも軽くてちっちゃくて、ね、iPhone 7よりはちょっとかな、これ7っぽい感じ、78ぐらいかな、はい、で、InShotっていうね動画編集アプリも入れてみたんですけど、気づいたら、ね音楽がまた一から端末にダウンロードしなきゃいけない状況になってるんで、効果音とかね、こちらの方もちょっとずつこう今まで使ってた Pixel 6に近づけれるようにやっていきたいなと思います。多分ねいい機種ですよこれ。6とね8結構機種的に機能的に開きがあるんですけど、まあ見比べというか感じで、まあ本当は7と8を比べたらいいんでしょうけどね、ちょっと開きがありますけれども参考にしていただけたらなと思います。簡単ですけどね、1本 Pixel 8A 買ったよっていう動画をね掲載してましたので、参考になったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。あ、ちなみにこちら au 端末なんですけど、2年縛りのことなんで月々270円で持てました。料金でてね7000円くらいです、はい、よかったら書いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。簡単な動画でごめんなさい。